皆さんこんにちは、プッテーモンキーレンチの時間です。今回はマスクという機能について解説します。マスクとはざっくり説明すると、画像や動画、レイヤーなど指定した箇所を切り取ったり隠したりする機能です。よく使われる機能の一つで、様々な使い方をすることができますので、いくつか作例を見ていきたいと思います。では早速いってみましょう。まず実際にマスクがどういった効果があるのかを見ていきます。適当に画像や動画を用意してみてください。私は背景素材を用意してみました。マスクを作成する場合は、マスクを適用したいレイヤーを選択している必要があります。私の場合だと背景素材のレイヤーになります。レイヤーを選択した状態で、長方形ツールや楕円形ツール、ペンツールなどでパスを作成すると、そのパスがマスクとなります。では長方形ツールを使ってマスクを作成してみます。長方形ツールを選択してコンボ内でドラッグしてみます。長方形ツールで囲った箇所を切り取ることができました。マスクの範囲外は透明になっています。透明になっているかを確認するために、透明グリッドを有効にしてください。マスクの効果を反転させたい場合は、コントロール、シフト、I で行うことができます。では、マスク作成後にマスクのパスを編集したい場合にどうするかを見てみましょう。マスクを編集するときは、まずマスクが適用されているレイヤーを選択します。選択すると、レイヤーの周りにポイントが表示されます。そのポイントをクリックしてください。すると、マスクパスを自由に調整することができるようになります。パスのポイントを動かしたり、辺を選ぶと、2点のポイントで結ばれたパスを動かすこともできます。さらに、マスクはシェイプレイヤーと違い、常にベジパスに変換されている状態なので、ペンツールを使えば、新しくパスのポイントを追加して、形状を編集していくことができます。ペンツールが選択されている状態で、コントロールを押しながらパスのポイントをクリックすると、ポイントを削除することもできます。これらのツールを使って自由に素材を切り取っていくことができます。では、マスクを作成した後に、マスク全体のサイズや位置を変更したい場合の操作方法を見ていきましょう。同じように、まずレイヤーを選択し、レイヤーの周りにあるポイントにカーソルを合わせて、ダブルクリックしてください。すると、マスク全体の変形を行うことができる、バウンディングボックスが出てきます。バウンディングボックスを使うと、全体の移動やスケール、回転などを調整することができます。では一旦、マスクを削除します。マスクが適用されたレイヤーを選択して、M を押します。すると、レイヤーにマスクのコンボが表示されるので、選択してデリートキーです。マスクにはいくつか機能があるのですが、実際にマスクを使用してトランジション効果を作りながら、それぞれの機能について見ていきます。コントロール Y で新規平面を作成します。色は暗めに設定しておきます。私は背景で一番暗い地面の色にしておきます。素材となるレイヤーを選択した状態で、長方形ツールをダブルクリックしてマスクを作成します。では、レイヤーを展開してマスクを開いておきます。いくつか項目が出てきました。一つ一つ見ていきましょう。まず、マスク1と書かれた右にある項目を見ます。加算と書かれた箇所。ここはマスクのモードを変更する場所で、マスクをどう処理するかを決める項目です。初期設定では加算となっていて、マスクで囲った箇所以外を透明にします。減算はレイヤーに穴を開けたり、別のマスクで囲った箇所に穴を開ける際に使用できます。なしはマスクの効果を無効にします。マスクのパスだけを必要とする場合に使います。その他のモードはマスクが2つ以上ある場合に作用します。そこまで出番は多くないかなと思うのですが、一応ざっと説明しておきます。
交差。こちらはマスクとマスクが重なった場所を表示します。マスク同士が重ならない箇所は透明になります。差。交差とは逆の効果となり、マスク同士が重なった箇所を透明にします。明るくは、複数のマスクが重なった時に、不透明度が高いマスクを優先して表示させます。暗くは逆の効果となり、不透明度が低いマスクを優先して表示します。交差と差はまだ使う機会もあるかもしれませんが、明るくと暗くは一旦無視しても構わないと思います。これらのモードの右にあるのが反転です。先ほどのショートカットで行いましたが、こちらのチェックをオンにすることで反転します。今回作るトランジションのために反転させておきます。次、マスクパス。これはマスクのパスにキーフレームを打ってアニメーションさせる際に使用できます。こちらを使ってアニメーションを作成しましょう。まず30フレームほど進めて、マスクパスにキーフレームを打っておきます。ホームキーを押して開始フレームに戻ります。次にマスクの幅を中央に寄せて、後ろにある背景を見えないようにしましょう。マスクをダブルクリックして、バウンディングボックスを表示させます。シフト、コロンを押して、グリッドを表示させておきます。グリッドにスナップが有効になっていない方は、コントロール、シフト、コロンで有効にしましょう。バウンディングボックスの左右どちらかのポイントを掴んで、コントロールを押しながら中央へドラッグします。画面の中心にしっかりと移動させることができれば、背景が見えなくなります。開始と終了のキーフレーム速度の影響を上げて、緩急をつけてから一度再生してみましょう。基本となるワイプトランジションは完成です。では引き続きマスクの項目を見ていきます。マスクパスの右隣にある青い文字でシェイプと書かれた場所は、クリックすることでマスクシェイプというウィンドウを開くことができます。バウンディングボックスの上下左右の位置を数値で詳細に決めることができる項目です。先ほどはグリッドスナップを使って画面中央にバウンディングボックスをスケールさせましたが、こちらの項目を使っても同じことができます。左と右の値をそれぞれコンポジションサイズの幅の半分の値を入力すると、マスクの幅を画面の中心に寄せることができます。私の場合だと、現在のコンポの幅は2560なので、1280の数値を左と右それぞれに入力すると中心に寄せることができます。下にあるシェイプは、マスクパスを楕円形か長方形に変更することができる項目です。で、セットにチェックを入れて、長方形もしくは楕円形を選び、OK を押すと、パスの形状が変わります。次に、マスクの境界のぼかし。こちらはその名前のままで、マスクの境界線をぼかしてくれます。ぼかされることで、エッジがソフトになるので、実写合成の際に便利な機能と言えます。マスクの不透明度。こちらも名前の通りで、マスクで囲った箇所の不透明度を調整する項目です。レイヤーの不透明度を使うと、全体の透明度のコントロールになりますが、マスクの不透明度を使うことで、一つのレイヤーの中で不透明度がバラバラな状態を作り出すことができます。では次、マスクの拡張。マスクの拡張は、マスクの範囲を拡大縮小させる際に使用します。マスクの機能についての解説はこれで終わりです。では次、テキストレイヤーとマスクを組み合わせて、こういったアニメーションを作ります。ラインが表示されて、そのラインから文字が出てくるといった動きになります。では作っていきましょう。まずテキストを用意しておきます。横書き文字ツールを選択して、テキストレイヤーを作成します。文字が入力できたら、文字の下にラインアニメーションを作ります。シェイプレイヤーを作るときは何も選択されていない状態であることを確認してください。G を押してペンツールに切り替えます。塗りは不要なのでオフにして線をオンにします。適当に色を選択しておいてください。
文字を出現させたい箇所にラインを引きます。ラインが引けたら線幅を調整します。私は10とします。パスのトリミングを追加して、終了点を使ってアニメーションさせます。24フレームでキーを打ち、そこから20フレーム進めて、終了点を 100% にします。入る速度と出る速度を調整して環境をつけておきます。ではテキストにアニメーションをつけましょう。アニメーターから位置を追加して、Y 軸の値を調整して下に移動させます。範囲セレクターのコードを開き、シェイプを上傾斜に変更し、イーズ低くを 90% にして、あらかじめ環境をつけておきます。範囲セレクターのオフセットをアニメーションさせます。30フレームでマイナス 100% に、そこから30フレーム進めて 100% にします。一度再生してみましょう。ラインより下ではテキストを表示させたくないので、マスクを使って切り取りましょう。テキストレイヤーを選択した状態で、長方形ツールに切り替えて、テキストを囲うようにドラッグしましょう。再生してみましょう。マスクの効果でラインから文字が出てくるようになりました。これで完了です。では次に、シェイプレイヤーにマスクを適用する方法を見ていきます。ペンツールや長方形ツールなど、図形を作成するツールとマスクのツールは同じです。例えば、シェイプレイヤーにマスクを作りたいとなっても、マスクではなく、シェイプレイヤーの中に新しく図形が作成されてしまいます。シェイプレイヤーにマスクを作りたい場合は、ツールパネルのここ、塗りと線を設定する場所の左にある、マスクを作成をクリックして有効にします。有効になっている状態であれば、シェイプレイヤーにマスクを作成することができるようになります。マスクは他にも調整レイヤーとも相性がいいと言えます。調整レイヤーを追加して、エフェクトの色かぶり補正を適用して、色味を白黒にしておきます。楕円形ツールをダブルクリックして、マスクを作成します。すると、マスクで囲った箇所だけにエフェクトが反映されるようになりました。F を押して、マスクの境界のぼかしの項目を表示させて値を上げてみると、エフェクトのかかり具合もぼかすことができます。このようにマスクはエフェクトを反映させたい箇所をコントロールする際にも使用できます。マスクを利用できる場面は他にもあります。マスクはただ切り取ることができるだけの機能ではありません。テキストとマスクを組み合わせると、このようにテキストの配置をパスに合わせることもできたり、テキストの記号をうまく利用すれば、矢印がパスに沿って動くなんてこともできます。工夫次第で表現の幅を増やすのに手助けしてくれる機能となります。やり方も非常にシンプルで、テキストレイヤーにマスクを作成します。今回の場合は、マスクで何かを切り取るわけではないので、マスクのモードはなしにして、パスの情報だけ使用するようにします。テキストレイヤーを開き、パスのオプションを見てみます。パスの横に、マスクパスを選択できる項目があります。こちらから、先ほど作成したマスクを選択すると、テキストがマスクのパスに沿って配置されます。マスクを設定すると、新しく設定項目が出てくるので、こちらからテキストを制御します。反転パスはそのままの意味で、パスを反転させます。反転させることでテキストの見え方も変化します。パスと直角は、パスの角度に影響されずにテキストが表示されます。オフの場合は、パスの曲線に合わせてテキストが配置されます。均等整列は、マスクパスの長さに合わせてテキストが配置されます。マスクパスの開始点に最初の文字が配置され、終了点に最後の文字が配置されるイメージです。最初のマージンと最後のマージンは、均等整列のオン・オフによって効果が変わります。
均等整列がオンの場合は文字を詰める挙動になります。オフの場合はテキストをパスに沿わせて動く挙動となります。こちらの項目を利用することでアニメーションを作成することができます。他にもマスクパスは動きの軌跡を作る際にも役立ちます。適当にパスを作成し、マスクパスをコピーしてシェイプレイヤーなどの位置に貼り付けると、モーションパスが作成され、簡単に軌跡を作り出すこともできます。ぜひ活用してみてください。最後に、マスクは非常に便利で活躍してくれる機能ですが、問題点もあります。マスクはレイヤーに依存するので、例えばレイヤーが移動したり拡大したりするとマスクも一緒に動いてしまいます。つまりトランスフォームを使ってアニメーションさせる際には気をつけないといけません。一応移動だけであれば、アンカーポイントツールを使って移動させることができます。 Y を押しアンカーポイントツールに切り替えます。その状態でレイヤーを移動させると、マスクを固定させて素材だけを移動させることができます。ただこれは移動にしか対応しておらず、回転などを行うとマスクが動きに従うので破綻します。そこで登場するのがトラックマットという機能やマット設定というエフェクトです。次回からこれら2つについて解説していきたいと思います。いかがだったでしょうか。マスクの使い方や機能について一通り見てきました。どちらかというと実写合成などでよく使われる機能かと思いますので、モーショングラフィックスをメインに扱う私のチャンネルでは出番は少ないかもしれませんが、それでも役に立つ便利な機能なので覚えておいて損はないです。ぜひ習得してください。ではまたお会いしましょう。さようなら。